エルモと毛布は大の仲良し。ああ、これ素敵な毛布ね。あのね、それエルモの宝物なの。でも、その毛布がゴミ箱の中へ。セサミストリートじゃないってことはわかるけど。モンフ君を助けにエルモがやってきたのは、はちゃめちゃなゴミの国、村内ランド。村内ランドへようこそ。すごいとこだね。モンフ君はどこなの？あの山よ、てっぺんにあるのが欲張りハクスリーの城なの。モンフがあるところ。待っててよモンフ君、エルモすぐ行くからね。いけエルモ。セサミストリートの仲間たちも勢ぞろい。さあエルモと一緒に出かけよう。マーク！映画でしか見れない素敵な冒険が待ってるよ。エルモと毛布の大冒険、みんな見てね。そして楽しいもう一本。ゴンゾは悩んでいた。僕自身、自分がどこから来たのかも知らない。その時宇宙からのメッセージが。君はそこか。だってシリアルが僕にメッセージを送ってきた。宇宙の魚が教えてくれた。僕は宇宙人だ。大丈夫かお前。平気平気、なんでもないってばさ。レスキューミー。ワタシップが僕を呼んでるよ。アメリカで大人気。この夏ゴンゾが宇宙人に大接近。ゴンゾ宇宙に帰る。空気はハリスね。私の番組よ。君の本当の家族は宇宙人かもしれない。